皆さん、おはようございます。マーティンダーム役部、金トです。鶴岡市カモンマーレ。いよいよ明日オープン2時からです。はい。今日はそのオープンの舞台裏を語ります。確かに始まったのは去年かおととし、去年頃かな、今年。あの、まず、命名募集から始まりましたね。はい。私、いろいろ覚えてないけど、夕日なんとかって書いてたね。はい。まあ、えー、応募した中で、えー、候補に実は入ってたんですけども、惜しくも、 お呼びませんでした。カモンマーレンに入りましたね。はい。最終選考まで残ったけど惜しかったです。でもまあ、カモンマーレン、いい場所です。まあ、カモン水カーの近くにございます。はい。海、見渡せますね。はい。えー、1階には、えー、マリンアクティビティビーチ、初心者でも楽しめる講座、申し込みはホームページで、はい。1階にはファストフード、鍋島、庄内浜を使ったフード、ドリンク、ジェラート、加工食品、いろいろです。お土産にまサさ 2階にはピッコーパッソ。はい。これ、レストランですね。はい。イタリアンレストラン、いいですね。はい。シェフが作るレストラン、楽しみです。そして3階には、夕日テラス。あの、編集室、食品開発室に備えて、まあ、食育の実践、菓子ホール、使えますね。ぜひ、使ってみたいな、私も。はい。畑設計事務所より、え建、ー、てられたそうです。いよいよ、明日オープン、楽しみです。以上、私も行きます。以上です。バイバイ。